ダメだって言われたものの中には面白いものたくさんある。人が見つけてないだけに余計面白いもの。批評はある意味では主観的な作用、あの仕事だけども、ある意味じゃやっぱり社会的発言の責任っていうのがある、うん、高等学校入ってからは周りに先生だとか同級生でやっぱり音楽好きで本を読む人たちとか、それからことに先生の中で僕が一番好きだった先生が独文の先生でニーチェ読んで、はい、でニーチェの悲劇と悲劇の誕生って本がある。それをその先生に知らされて読んだら、音楽を聴いて生まれてきた何か感動であるか、なんかそういうものをね、言葉に直すっていうことがあるなってことが気がついた、はい、それがおよそ僕とその音楽について書く、あるいは音楽評論とかなんていうかっていうことの始まりだと思うんですよね、はい、自分が聞いたことを正確に伝えるっていうのはこれ並大抵のことじゃなくてね、難しかったから、だから面白かった。ああ、であるピタッとした言葉があるととってもね、はい、嬉しくて、それはモーツァルトの音楽を聴いたりバッハの音楽を聴いたりして、ああいいなと思うのと同じようにな、あ、いや快感っていうか、なんていうかな、ああ聴いたっていう感じでしたね。聴いたってことは書いたってこと、うん、それが始まりだと思う。吉田秀和さんは1913年東京日本橋生まれ、母親の由紀さんはアメリカ人宣教師からピアノの手ほどきを受けていました。母親とピアノを連弾したり、兄弟揃って合唱したり、5人兄弟の末っ子だった吉田さんは音楽に囲まれて育ちました。成城学園、東京帝国大学で学んだ学生時代には楽譜を広げ、音楽を分析的に聴くようになります。その一方で文学に傾倒し、英語やドイツ語の原書を読み漁りました。ニーチェの研究で知られるドイツ文学者阿部六郎や詩人中原中也と出会ったのもこの頃でした。阿部六郎先生っていうのはドイツ語の先生だったんですけども、やっぱり抜群に深いものを持った人でしたね。世の中で、活躍してる人とは違った、一つね、別の世界をこしらえていたですね、先生は。僕はどうしてもその先生からいろんなものを汲み取りたいと思って無理やり下宿しちゃったんだ。である日そこに変な声のやつがやってきて、そして知り合いになったら、それが中原だったけどね、いつものみんなの生きてる世界と違う世界があるっていうことを、なんていうかな、発見したっていうか体験したっていうか、中原の死で、中原がちょうど子供を亡くして、愛するものを失った人は死ななきゃなりませんって、すごい感動的な詩をね、それ僕中原から見せてもらった時にね、あ、死と死は同じ、日本語ではね、それは僕には大きな啓示でしたね。つまり、ね、音楽とね、詩は、そして愛も死、死ぬこともね、みんなね、どっか同じ根の中に根から生えてきたんだような、そんな感じを持った。それは間もなく日本が突入した戦争っていう時期の中で、死っ
ていうのがね、僕たちの隣にいたんだよ。東部軍管区司令部より関東地区に空襲警報が発令されました。死が身近だった太平洋戦争の時代、吉田さんの音楽への思いはますます立ち難いものになっていきます。文部省で働きながら外国の音楽評論の翻訳に取り掛かりました。家に帰ると人目を忍び押し入れにこもって蓄音機に耳を傾ける毎日。空襲が激しさを増していきました。台所の裏に穴を掘り、そこにいっぱいの本を詰め込んだブリキの缶を入れ、さらに何重にも紙で包み、板を重ねてくくったフォレのレコードのアルバムを重ね、その上に土を盛った。そんな日の来ることに確信を持っていたわけではない。しかしもしこれをゆっくり聴ける日が来た時、これがなかったら取り返しのつかない悲しみと後悔を味わうことになるだろうと考えたからだ。米英を敵として渾身戦うことここに4年。ああ、我らの力至らずしてこの日大東亜戦争終結の大勝を拝す。やがて長かった戦争が終わりを告げます。当時住んでいた東京八王子の空襲で九死に一生を得た吉田さんは、終戦とともにそれまで勤めていた文部省に辞表を提出しました。すべてのものには終わりがある。戦争でさえ終わっちゃう。ああよかったと思って、もう仕事はその行きたくもないようなところへ座って、そう嫌だと思って辞表を出したら、課長さんが「お前それで当てのがあんのか?」って言うから「いやないよ」って。でどうすんだ?」っつって「なんか生きていくとできるでしょう」っつって、生活しなきゃいけないってことは、つまりお金を取ってこなきゃいけないってことはよく分かってたけども、でもね、頭のどっかにはそういうものはどっかから降ってくるだろう、とにかくね書きたいこと書きたかった。それで僕はね、音楽について僕が書きたいものはまだ世界中で誰も書いてないと思った。だから僕はやらなかったら誰もやらないんだから、ゆっくりうんと手間かけて少しずつ書いていこうと思った。でもね、結局僕座ってこのぐらいまでは原稿は溜まったよ、僕の書いた原稿。そんなことをしているうち注文が来た。ある女性雑誌の別冊付録として世界の名曲というのをつけるから、その原稿を書けという話だった。締め切りまでろくに時間がなかった。最後は72時間、つまり丸3日、昼も夜も書き通した。しまいに手が油でぬるぬるしだし、何度万年筆を握り直しても滑り落ち、字が書けなくて困った。その翌朝、原稿と引き換えに稿料をもらった時は目を開けていられなかった。ちょうどその頃、雑誌「草原」に掲載されたある文章が評判を呼んでいました。小林秀雄が書いた評論、モーツァルトです。確かにモーツァルトの悲しさは疾走する。涙は追いつけない。万葉の歌人を引き合いに出し、モーツァルトの音楽を悲しと表現したこの作品は、評論というジャンルの新しい可能性を告げるものでした。演奏家の情報とか
こういうことがあったというのではなくて、それについて語っていく時のその自分のスタイルを作っていくっていう批評としては、当時やっぱり小林秀夫っていう人が、うん、もちろん小林さんのモーツァルトはそういう文体の上の工夫がいっぱい手にとてもね、手の込んだ工夫のある文章ですよ。だから僕はそれはとても面白いと思った。音楽史を書くときにこういうふうなやり方はもっと進めても構わないなとは思いました。だと考え方としては生意気のようだけど、小林さんのあの飛躍にはとっても満ちた、そして問題を提起しているようでいてすぐどっかに飛んでっちゃうようなやり方はやっぱり非常に音楽的とは言えないな、うん、カデンスがないんだよあれは。カデンサっていうのはね、あの句読点ですがね、うん、それがね、だけどそれがまた小林さんの文章の魅力でもあるけどね。で僕はあ、これは素晴らしいものがしかし生まれてきた、僕だってやれるよと思ったのと、もう一つは僕の方が小林さんよりも生意気だけど音楽的な音楽についての勉強ははるかにしてる、うん、でそれをそういうことを書くのが僕の分野だなとは。こうして完成したのが初めての著作「主題と変奏」です。それまでの音楽評論とは決定的に違っていました。なぜ古来高級な音楽と言われているものの出来具合が他の曲とどう違うかを綿密に調べ、そこに作曲家の耳の微妙さの刻印を見出さないのか。シューマンやモーツァルトの作品を題材に曲の構造の細部にまで踏み込み、何が魅力の源なのかに迫りました。主題と変奏に含まれる音階の音楽化という一編では、モーツァルトの交響曲やソナタの楽譜を用いて詳細な分析が行われます。僕はふっと思い出した、ある音楽家の基地に飛んだ奥さんの言葉を。モーツァルトってドレミファソラシドって音階ばかりじゃない、あんまりソルフェージュの練習みたいなので一度そう思って聞き出すと頭が痛くなるわ、いかにもその通りだろう。だがモーツァルトが音階をむやみに使って書いたというのは彼が武将だったからではないだろう。モーツァルト歌う音階だが、その歌は全てを歌う。午前6時起床。4年前に妻を亡くし、現在一人暮らしの吉田さんの一日は朝食作りから始まります。向こうの言葉を使うと卵をね、びっくりさせるっていう言葉があるんだけどね。3分半茹でた半熟卵に紅茶、ドイツパン、コーンフレーク、ヨーグルト。メニューはここ何十年変わっていません。匂いをちょっと嗅ぎます。一休みして仕事です。原稿に載せる楽譜は自分で写したものを切り貼りします。主題と変奏から半世紀以上、今も同じやり方を通しています。やっぱりね、原稿を書くっていうのはね、僕にはこういう手仕事の楽しみなんですよ。だから僕は例えばコンピューターやなんか操作できるようになったら、仮にですよ、なることはほとんど望み薄だけども、
だったらどういう楽しみを見つけるか知りませんが、さぞかし失望するだろうと思いますね。その楽しみがなくなったことで。芸術ってのはね、やっぱり日本のあれでもそうだけども、手仕事で成り立ってんですよ。有名なポール・バレリーのドゥガについての文章の中に有名な話がありますけども、若い頃にドゥガと知り合って、ドゥガが絵を描いてるのを見た。木を描いていて、その葉っぱの一つ一つをね、もう細かくこう描いてるんですね。この葉っぱの一つ一つを描くなんて、なんて絵描きは辛抱のいる仕事だろうって言いました。そしたらドゥガが、なんてお前はバカだ。こうやって描くことが楽しいのが絵描きなんで。木がありますってことを描くなんてのは絵描きの仕事じゃないよって。木を描くんじゃなくて、こうやって一つ一つの葉っぱを描いていくこと、そのことが絵なんだよって言って。そのように原稿というのも、まあ大思想家は知りませんがね、きれいな、あるいは立派な言葉が並んでるものだとして受け取るべきものではなくて、原稿というのは一時一時こう詰めて、お前はバカだって言おうと思ったら、お前はっていうのは漢字にしようかかなにしようか、バカだっていうのは漢字にしようかカタカナにしようかひらがなにしようかなんて考えながら書くということ、それがね、原稿を書くということなんですよ。音楽教室が生まれた頃、日本は復興を始めたばかりでした。焼け残った日比谷公会堂で、 N 響の前身である日本交響楽団が細々と活動を続けていたものの、一般市民が海外の一流の演奏を生で聴く機会はほとんどありませんでした。やがて吉田さんはレコードや限られた国内の演奏だけを聴いて音楽評論を行うことに限界を感じるようになります。ちょうどその時に N 響にクルツ・ウェスっていうオーストリアから来た音楽家が指揮者してました。そして彼が N 響の演奏会にはあまりにも日本の批評家たちにやっつけられるもんだから、ついに演奏家としては珍しく、日本の批評家はあんなこと言ってるけども、ヨーロッパなりアメリカなりの本当に優秀な、交響楽団の演奏会指示を聞いてるわけじゃないじゃないか。でどうして聞かないでいて、そんなに我々のやってること、ここがいけない、あそこがいけない、何の基準でやってんだろうってなことを言いました。で僕はそれは本当に最もだと思った。フルトヴェングラーもクナッパーツ・ブッシュもカラヤも何も知らないでいて、そしてクルツ・ベースが何かやると、このマーラーはマーラーじゃないなんて言ってみたって、なんだかちょっと座りがこちの悪い批評のような気がしましたね。こうして吉田さんは1953年の暮れから1年近くをアメリカ、ついでヨーロッパ各地で過ごしました。まだ海外渡航が不自由だった時代、エドガー・ヴァレーズやルイジ・ノーノラ、当時の前衛作曲家と親交を結ぶ一方、トスカニーニ、フルトヴェングラーといった19世紀の流れを組む巨匠指揮者が表舞台を去る直前にその生演奏を聴きました。1957年刊行の音楽機構には、パリオペラ座でフルトヴェングラー指揮、ベルリンフィルのトリスタンとイゾルデを聞いた衝撃と感動が綴られています。
オーケストラの楽員の一人一人がこれこそ音楽中の音楽だという確信と感動に波打って演奏している。フルト・ベングラーが指揮棒を持った右手を腰のあたりに低く構えて高く左手を上げると、全オーケストラは陶酔の中にすすり泣く。欧米に滞在し、さまざまな個性の名演奏を聞いた吉田さん、そこで磨いた鑑識眼を武器に精力的な評論活動を展開します。日本に戻ってきて、私はグールドのレコードを初めて聞いた。ことにバッハに私は心を奪われた。私が日本のレコード批評家の態度に改めて驚いたのもその頃のことである。批評界の体制は否定的な冷淡な言葉で支配されていたのである。このことに関しては自分一人でも正しいと考えることを遠慮なく発表しようと決心した。カナダの天才ピアニスト、グレン・グールド。死後25年を経てなお多くのファンに愛されていますが、デビュー当初は既存の常識にとらわれない演奏が激しい拒否反応を巻き起こしました。1955年に録音されたグールドのゴールドベルク変奏曲を真っ先に評価し日本に紹介したのは吉田さんでした。やっぱり新しい叙情性をね、バッハから見つけたと思う。あんなに新鮮なバッハってそう誰もができることじゃないと思う。でそれは今も生きてると思う。僕初めに誰でも気がつくことは非常に遅く弾くとかね、なんとかっていうことですけどもね、そうじゃなくてね、遅く弾く人はその後グールドの真似していっぱい出てきましたよ。でもね、グールドが僕たちに、掲示したっていうか、グールドが初めて聞かせてくれたああいうね、リリシズムっていうのは他の誰もやってないね、そのってやられないですね。吉田さんは自宅で音楽を聴くとき、いつも居間に置かれたシンプルなオーディオセットを使います。僕はあんまり機械にこだわらないんですよ。機械は立派なものの方がいいとは思うけども、立派でなきゃいけないとも思わないんだ。僕は演奏の本質はそれでも十分つかめるっていうことですと思う。僕はと思う。それでそれが分かんなかったらどんな立派な機械で弾いたってしょうがないと思う。今も月1回の雑誌連載と年4回の新聞連載を担当する吉田さん、楽譜を持ち時折メモを取りながら演奏に耳を傾けます。